幕戦の戦いは、幕戦における、フィンクの捕獲としても知られ、7年戦争中の1759年11月20日に、フリードリヒ・アウグストフォン・フィンク中将率いる1万5千名の、プロイセン軍が、レオポルト・フォンダウン元帥率いる3万2千名の、オーストリア軍に完敗を喫した戦闘である。プロイセンの敗北に終わったクルネルスドルフの戦いの、あと、オーストリア・ロシア連合軍が、 オーデル川付近で攻勢を開始すると、フリードリヒ大王は、クーネルスドルフに結集した、残存兵力と共に攻勢に出た。ザクセンの戦況を安定させるため、この軍団はそちらへ向かい、ライプツヒ、トルガウ及び、ビッテンベルクを奪還する。その間に、ドレスデンが、シュメッタ宇宙城を率いる、守備隊の降伏によって失われた。この時期、プロイセン王子、ハインリヒ、 フィンク中将及び文守少将指揮下の軍団がドレスデンにおけるオーストリア軍の勝利の影響で合流する。これに加えてプロイセン軍とオーストリア軍双方の主力がザクセンに進出した。プロイセン軍のうちより小規模な集団の分断を起としたダウン元帥率,率いるオーストリア軍主力の試みは失敗に終わる。一方、フリードリヒ大王が指揮する6万の プロイセン軍主力がザクセン選定綱領に集結したのは1759年11月になってからであった。他方、オーストリア軍はドレスデン一箇所に集中していた。友軍の連絡船を確保するとともに、オーストリア軍の補給船を脅かすため、フリードリヒ大王は部隊を広範囲に分散しようと、気とする。また、フリードリヒビルヘルム・フォンクライスと大佐指揮官の 騎兵部隊をボヘミアへ派遣する。同部隊は、ウースチーナ・ドラベムの貯蔵庫の破壊するなどの功績を挙げた。フィンク中将の軍団は、フリードリヒ大王の命令で1759年11月15日から、オーストリア軍主力の後方で、エルツ山地とエルベサガン山地を抜ける、ボヘミアからの補給船を脅かすこととなった。18個大隊の不評及び25個中隊の、 騎兵から構成される同軍団は1759年11月18日、前日に前衛部隊が確保した幕戦の高地に完全に到達する。これらの部隊には、同年の戦いで激しく損耗し、定員を遥かに下回る7個の不評砲中隊が含まれていた。プロイセン側は高原に布陣する。そこは広い森によって、フリードリヒ大王の主力軍から切り離された。 場所であった。さらに、プロイセン軍の後方には、ミューグリッツ川が流れていた。オーストリア軍主力の陣営はそこから遠くない、いわゆるプラウエンボンチにその末端があった。オーストリア軍は、プロイセン軍を全方位から同時に攻撃する計画を立てる。そのため、オーストリア軍はすでに1759年11月19日には、進軍を開始していた。 そしてオーストリア軍の中将、シュトレベルク公がドイツ人不評とクロアチア人軽不評4500名。この戦列はプロイセン軍がミューグリッツの谷を渡って逃亡するのを妨げる役割も担っていた。北方からはブレンターの少々率いる6000名のオーストリア勢が攻め寄せた。そして南西、ティッポルスバルデの方面から雪と風をついて17000名。 また、北西のドーナより3500名のオーストリア勢が攻撃に向けて前進する。早くも、この進軍の間に、オーストリア軍の部隊は、ィッポルスバルデで、プロイセン軍の市長隊に遭遇した。プロイセン軍は2個騎兵連隊を投入し、ようやくのことで、市長隊と、その後衛部隊の救出に成功した。幕戦の戦い、ウィーン軍事史博物館所蔵オーストリア軍は、 新生ローマ帝国軍の部隊と合わせて、総勢3万2000名の兵力を4つの戦列に分け、同時に攻撃を開始した。まず午後2時から、砲兵の準備砲撃が始まり、午後3時半からは、不評の攻撃が続く。南方からの主攻勢は、不評の小規模な4本の戦列に分かれており、側面から、騎兵の援護を受けつつ、プロイ戦軍の中央に向けられていた。 プロイセン軍は、ひとまずハウスドルフの後方にある高地へ退かざるを得なかった。しかし、その高地もオーストリア軍砲兵隊の砲火に捕らえられた。幕戦前方の高地は、プロイセン軍の三個敵弾兵大隊が、他の部隊と共に頑強に守っていた一方、強制的に重宝されたザクセン兵が、主体の第47、グラーボート第38、 ザストローの両風氷連隊は逃亡し、投降戦に沿って攻撃していたオーストリア軍は、それによって、プロイセン勢を圧迫することができた。第12、オイゲン・フォン・ビュルテンベルク流騎兵連隊によって、観攻された騎兵による反撃も頓挫する。ついで、オーストリア軍が幕戦に突撃すると、砲撃によって、同地の陣営は炎上し、一時的に陥落した。しかし、 第4及び、第16不評連隊の兵で構成される、ビレミー的弾兵大隊がそこを奪還する。一方、ほぼ捕虜から招集した兵士で編成されていた第11、レーベンティッシュ不評連隊の第2大隊は、単純に運ン無ンしてしまった。ビレミーと、ベネッケンドルフの両的弾兵大隊及び、第12、フィンク不評連隊は、後衛として、夕闇が迫るまで幕戦を保持する。 しかし、闇の中で整えた迎撃体制はオーストリア軍に圧倒された。夜になってもプロイセン軍の部隊は部分的に個々の攻撃を退けることができたものの、戦闘が終わると、かつては幕戦の周辺に集まっていた11の不評大隊のうち任務を担える兵士は2825名しか残っていなかったのである。プロイセン軍不評の半分は早くも、 戦闘の間に脱走していた。生前として残っていたのは、ドーナの近辺で、文守少々の指揮下にあった七個大隊のみである。しかし、主力軍に合流するための適正の突破、もしくは戦闘再開のどちらも絶望的であった。ニューグリッツの谷を抜けて撤退できる見込みは、オーストリア軍の警戒のため試みることもできなかった。 ほとんど戦闘に参加していなかったプロイ戦軍の騎兵は包位から抜け出そうとしたものの地面の状態に恵まれないまま総勢1900名を持って行われた。この試みは失敗し結局フィンク中将が降伏するまでに数キロ先まで進めただけであった。無傷の捕虜1万1000から1万2000名とともにオーストリア側の手に落ちたのは最終的に大砲70門。 戦記96本そして大記24本に上る。特にフィンク中将が待ち望んだ捕虜の交換は終戦まで行われなかった。囚われた兵士は戦争の残りの期間、戦力として計上できなかったのである。戦後、フィンクはプロセンで軍法会議にかけられ、2年間の要塞禁錮を言い渡された。共に囚われ、同様に告訴されたのは、 ヨハン・ヤーコップ・フォン・ブンシュ、レオポルト・ヨハン・フォン・プラーテン、ヨハン・カール・フォン・レーベン・ティッシュ、オット・エルンスト・フォン・ゲルスドルフ、ヤーコップ・フリードリヒ・フォン・ブレードウ、ハインリヒルドルフ・フォン・バーゾルト、ダニエル・ケオルゲ・フォン・リント・シテット、フリードリヒ・ヴィルヘルム・フォン・デア・モーゼルの書将である。ゲルスドルフ・フザール連隊は、失敗を原因として、解体された。また幕戦の戦いに参加したすべてのプロイン軍、 部隊は、後に、フリードリヒ大王から不評を買うこととなる。幕戦の戦いで捉えられた部隊は、知られている限り、当時の旧プロイセン軍で用いられた故障で呼ばれていた。太字で記されているのは、各連隊長及び大隊指揮官のせいである。敵団兵大隊はそれぞれ指揮官の名前で呼ばれ、一部は、大隊を構成するため、どの連隊から、 敵団兵中隊を抽出したのか識別できるように番号が添えられている。また、フュズイリーア連隊の場合は、それと明記してある。以後の戦況に大きな影響こそ及ぼさなかったものの、幕戦におけるフィンクの捕獲はダウン元帥の名声を高めることとなった。双方の主力軍はドレスデンの周辺で投影に入る。この幕戦の戦いで特徴的なのは、 戦闘の間に、プロイセン軍不評の半数が脱走した事実である。この悪質な離脱行為には何よりも、低下したプロイセン軍の指揮に原因があった。数ヶ月後のランデス風との戦いもよく似た推移を、たどるが、プロイセン軍は、すべての銃弾を撃ち尽くすまで戦い抜き、騎兵が包囲の突破に成功したため、結果は、幕戦の戦いの方が、はるかに悲惨である。 フリードリヒダヨウはフィンクの降伏を決して許さなかった。プロイセンの軍団が銃を敵の前で投げ打つとは全く前代未聞のひどい話である。そして一年後手紙にこう書いている。我々が破れるのであればその破滅は幕戦における、はずべき冒険の日から続いているものとみなさねばならない。幕戦の戦いは7年戦争においてプロイセン軍の部隊が完全に オーストリア軍への投降を強いられた最初の例ではない。例えば1757年7月15日、ガーベルで4個大隊が包囲され、捕虜となっている。プロイセン軍にとって壊滅的な結果に終わった、マ戦クセンの戦いからわずか13日後の1759年12月3日、マイセンでディーリッケ少将を率いる3個大隊のプロイセン軍が、 優勢なオーストリア軍の部隊と戦闘に及んで、打ち破られ、1500名の兵士と共に捕らえられた。複数の騎兵連隊が失われた事実は、フリードリヒ大王が、プロイセン軍騎兵のほとんどを、ドイツ西部の戦場から抽出し、損失の穴埋めを強いられるほど、破滅的であった。抽出されたこれらの兵力は、部分的な補充しか受けられなかったのである。ダフィー。 フリードリヒデアグローセウントザイネアーミー、P292。クリストファー・ダフィー、フリードリヒデアグローセ、ディービグロフィ、P276F。ダフィー、フリードリヒデアグローセ、P278。ヨアキム・エンガルマン、ディーシュラクトン・フリードリックス・デグローセン、P128。ダフィー、フリードリヒデアグローセ、P279。ヨアキム・エンガルマン、 D. シュラクトン・フリードリックス・デグローセン、P128。ダフィー、フリードリ・ヒデア・グローセウント・ザイネ・アーミー、P292。ダフィー、フリードリ・ヒデア・グローセ、P279 から281まで。ダフィー、フリードリ・ヒデア・グローセ、P279。ヨアキム・エンガルマン、D. シュラクトン・フリードリックス・デグローセン、P128。ダフィー、 フリードリヒデアグローセ、P280。オラフ・グロラー、D ・クリーガ・フリードリックス2・ツー、P131。ダフィー、フリードリヒデアグローセ、P281。ダフィー、アーミー、P347 以下。ダフィー、フリードリヒデアグローセ、P281。ダフィー、フリードリヒデアグローセウントザイアーミー、P359。クリストファー・ダフィー、 フリードリヒデアグローセ P282 ダフィーフリードリヒデアグローセ P281 ありがとうございます。